西日本大堀花火大会は福岡市で1949年から2018年まで開催されていた花火大会。毎年8月1日に福岡県福岡市中央区にある大堀公園で開催されていた市内最大級の花火大会であった。例年おおむね6000発の花火が夜空に上がる。この花火大会には毎年45万人前後の観客が花火を見に、 会場に訪れる。西日本新聞社など、地元企業が協賛して大会が運営されている。2007年には、プロ野球福岡ソフトバンクホークスの松中、信彦選手も個人協賛し、仕掛け花火で高ファン日本一のメッセージを送った。また、特別観覧席が初めて設置され、約1000人が迫力満点の花火を堪能していた。 NHK 福岡放送局は1992年に大堀公園近くに移転して以降総合テレビで特別中継番組を行っていた。2008年は福田康夫内閣改造関連のニュースが伸びて総合テレビで放送できなくなり教育テレビで前半部分のみ生中継し翌日深夜に教育テレビで改めて完全放送された。 2009年からは総合テレビでの特別編成で放送ができない場合と8月1日が日曜日の場合に教育テレビで中継されている。そのため総合テレビでの全国ネットの番組は週末に振り替え放送される。福岡タワーから見た花火大会戦没者の鎮魂と戦後復興を目的に1949年から開催。 1967年から1978年までの間は開催されず中断したが、福岡市政90年、大堀公園開園50年にあたる1979年に復活した。その後、2018年まで1988年の大堀公園改修工事の年を除いて毎年開かれた。2018年9月14日、主催する西日本新聞社が、 同日付の長官でこの花火大会を同年夏限りで終了させることを発表した。観客が年々増えるため安全確保の観点から継続が難しくなったのが理由とみられている。ありがとうございます。